今回は最新225話に対する読者の反応集となっております。よければ、チャンネル登録と高評価を、よろしくお願いいたします。それでは本編どうぞ。つくなやっぱ強すぎるよな。領域展開破りのこのやり方マジで誰も予想してなかったろ。千年前にこの領域に勝てるやつは、そりゃいなかっただろうな。閉じてる領域でも領域の広さが見ずし、異常だったらワンチャンあった？そんなクソデカ領域が可能かは置いといて。さすが呪いの王と言うべきか。五条先生早くも劣勢に立たされているやん。真人の初領域展開破りと同等、いやそれ以上の、ネタバラシでヤバかった。ちょっと安心したの自分だけ？ずっと優勢だと負けフラグにしか思えんし、仲間の会話で負ける言われてるのが逆にそれを、全部ひっくり返す前振りに思えた。押し合いが発生しないってなるほどな。相手が少なじゃ五条が落下の城とかを、使ったところで5分耐久できるか微妙だよな。悟るは領域解けたから術式使えないけど、少なは持続してるから塵になるまで斬撃が続くぞ。早くロボコ呼んでこい。水師は閉じない代わりに範囲を広げてるから。閉じる領域で水師より広く展開するのは理論上無理そう。たださすがにこれで決着ってことはないとは思うけど、まあ残ってる手札もおそらく宿儺の方が多いんですけどね。理屈上はそれならいけるんだろうな。半径200メートル、異常かつ領域内効果が宿儺と、同じか超えた連動って条件さえクリアできれば、閉じない領域で潰されることはない。まあ閉じられてないなら瞬間移動で逃げることも視野だから、首の皮切られただけだろうし、焼き切れにして陸眼だから青は使えそう。分断しない領域と分断するタイプの領域が、あんな感じになるなら99が領域展開しても、今回と同じ結果になってたのかな。挑戦者は5条だった模様。ここをしのげたとしてもまだ風雅が控えてやがる。